下重明子は日本の作家、評論家、エッセイスト、元 NHK アナウンサー、ジャカ会長、学位は文学士、栃木県宇都宮市出身。下重家は江戸時代各地のご転移に多かったせいで、明子の下重家は岩見国浜田藩のご転移を代々務めた。映画、戦場のメリークリスマスの登場人物のモデルになった森勝恵は、 父のいとこにあたる。9歳の時に太平洋戦争の疎開先の奈良県で終戦を迎える。教師の影響で進む学校の大阪府立大手前高等学校に進学。国語など文科系科目は得意なため苦労したことはなく、早稲田大学教育学部国語国文学科に進学した。芥川小作家の黒田夏子は相大教育学部の同級生で、 同人誌仲間。総大卒業後の1959年にアナウンサーとして NHK に入局。名古屋放送局や東京の放送センターに勤務した。野際陽子は NHK アナウンサー時代の一年先輩で名古屋放送局での同僚でもあった。NHK 退職後に女優へ転身した野際に続いて、1968年にフリーアナウンサーへ転身。 長谷川はじめモーニングショー等のキャスターを経て、文筆活動に入る。作家、評論活動だけでなく、講演も行っている。2005年に、最後の日本自転車振興会会長に就任。後に、ガールズ競輪と称して復活することになる、女子競輪の再開を強く要望し、2008年にエキシビションながらも、女子の競輪レース実施を実現した後、 2010年9月30日に女子経理を2012年7月に復活させることを決定した。また、2008年に財団法人ジャカの初代会長に就任。2011年3月31日まで務めた。ありがとうございます。